それぞれのプロフィールから紹介したいと思います。石膏が太郎こと18歳ピュア童貞ということで、今まで女性とは一度も床を共にしたことはございません。意気込みは童貞としての境地を見せる文学的でございますね。境地を見せるということで、それに対するは高校がプンです。19歳、こちらもピュア童貞ということで、新生の童貞でございます。なんと意気込みは UMP 以上ですということで、UMP 以上に決まっていただきたいと思います。童貞 MC バトル1回戦第4試合参りましょう。石膏が太郎と高校が文です。 DJ は雪国、参りましょう。俺の名前は太郎ごと、童貞を捨てて過去のこと見せてやるね。性格は温厚だけど、あそこは天下の宝刀。テーマは即興、安心しとけよレフィーさんたち。まあそれでもいい、クールに言う純粋無垢山梨の心を見せる。言葉で別 MC 分店チェリーポイント、マイクを手に取り激本してゆくだけ。このステージ上が適当、やることもないぜ。俺だって天下のこと、烈火の炎のごとく燃えていくぜ。オートモード、俺も好きなタイプなんていねえ。女性に恋してやる、だから俺は女に飛び降りる。女性に恋なら刺激ねえよ、俺が好きなタイプなら知的でフェイスト。俺ならそうだな、有名人なら増田恵里奈。やつはできた女だぜ、マジで綺麗。まあいいぜ、結構体格もいいぜ。実は正常な医学卒業、俺はそこまで作る。 Yeah, 成長大学、謙虚な磨くの言葉、美学俺なりに聞かん感じだぜ。いつだって俺は言葉で、俺はスキルで女を振り向かせて。コミュニティ障害だからオーライじゃない、オーナイロンしてみたい女の子と。でもダメだ、やっぱ顔だけじゃモテねえ。顔もモテねえ、でも童貞っぽいのに可愛いから隠れそう。終了。白黒つけてまいりましょう。石膏太郎後藤、高校分です。まずは太郎後藤でございます。まいりましょう、ジャッジ。石膏が青、高校が赤、レディージャッジ。先攻太郎ごとの勝利を。